手足に震えなどが現れ、徐々に動作が鈍くなっていくパーキンソン病。進行を遅らせるには、きちんと治療を受けることが重要です。今回のテーマは、パーキンソン病の治療法です。パーキンソン病は、厚生労働省の特定疾患に指定されている神経疾患です。脳の機能異常によって手足が震えたり、体が思うように動かせなくなる病気です。有病率は人口10万あたりおよそ200人と言われています。50歳代以降で徐々に発症率が高くなっていく病気です。体の動作は脳から全身の筋肉に運動をしろという指令が入ります。この時思った通りに動かすためにドパミンという神経伝達物質が重要な役割を担っています。このドパミンという神経伝達物質が十分に分泌されなくなると、パーキンソン病を発症します。パーキンソン病では、4大症状と呼ばれる4つの症状が現れます。4大症状の1つ目は、心旋です。心旋とは手足の震えのことです。体の左右のどちらか片側に目立つことが多く、何もしていない時や歩行中に震えが現れやすくなります。二つ目が筋枯縮です。筋枯縮は筋肉がこわばったり硬くなることを言い、手首や肘などが硬くなります。3つ目は無動です。無動は動きが遅くなったり少なくなったりすることを言います。早く歩けない、寝返りが打てないなどの症状が現れます。また顔の筋肉の動きも少なくなるため、表情が乏しくなったり、喋るのが小声で遅くなったりします。4つ目が姿勢反射障害です。姿勢反射障害は体のバランスが取りづらくなることを言います。方向転換など、ちょっとしたことでも転びやすくなります。パーキンソン病はゆっくりと進行するため、発症しても急に体が動かなくなるわけではありません。パーキンソン病の治療の基本は、まず運動療法です。医師の指導のもと、軽い運動を週に3回以上行います。脳の状態が改善しても手足の状態が悪いと治療効果が十分発揮されないため、運動療法は生涯必要な治療法になります。次に、薬物療法では十分に使えなくなったドパミンを補うため、エルドパ製剤やドパミン受容体刺激薬などを中心に投薬します。そして最近産院でも広がりつつある治療法として DBS 脳深部刺激療法という手術療法があります。 DBS は大脳に細い電極を挿入し、胸部に刺激装置を埋め込み、運動障害を引き起こす信号を電気刺激で遮断することで症状を軽減します。 DBS の手術を受けることにより症状の改善や薬の量が減るといった効果は期待できますが、すべての患者さんに効果は期待できるわけではありません。DBS は70歳以下で、薬はよく効くが、症状の良い時、悪い時の波が大きい方に向いていると考えられています。DBS の手術を希望される方は、まず担当医に相談してください。現在、パーキンソン病の進行を完全に止める治療法はありません。しかし、治療を受けることで、パーキンソン病の進行を遅らせ、上手に付き合うことが可能になります。パーキンソン病と思われる症状が現れた場合には、まず神経内科を受診してください。